次に早稲田ゆき君。早稲田君。立憲民主党の早稲田ゆきです。それでは機能性食品につきまして、質問を順次させていただきます。消費者庁そしてまた厚労大臣におき、おかれましてはよろしくお願いいたします。4月の11日12日と私たち立憲民主党は機能性表示食品の見直しに関する PT、こちらの大西座長のもと、武見厚労大臣それから自民大臣に緊急の申し入れもさせていただいておりました、おります。このことにつきましてはしっかり受け止めて早くこのルールの見直しということもやっていくということを両大臣から、お答えもいただいているところでございます。その上で4月の12日、消費者庁は機能性表示食品6795製品の緊急点検をした結果、18製品で計117件の健康被害情報が寄せられたと発表いたしました。死者の報告はなく、多くは軽症であるけれども、中には重篤者もいらっしゃった、入院患者も複数いたということでありますが、これについては、因果関係がまだ不明ということで、事業者名、製品名を公表をしておられません。その上で伺うわけですけれども、製品名等々はこれからの因果関係を調べてからということにはなろうかと理解はいたしますが、健康被害117件、これが18製品とどのようにひも付いているのか、つまり1製品あたり、1件とか2件、それなのか、それとも10件、20件というものがあるのかどうか、それからまだ重篤な事例、それから入院、患者の、件数、こうしたことをですね、やっぱり公表すべきではないかと思うんですね。はい。そのことについて、1製品にまず集中しているかどうか、重篤入院、それからもう一つ、それらはすべて18製品、現在も流通しているものということでよろしいでしょうか。まずここまで伺います。与田審議官。お答え申し上げます。去る4月12日締め切りで実施いたしました健康被害情報の収集分析情報の確認につきまして、4月11日24時時点で、委員ご指摘のとおり、対象6795製品のうち、5551製品について回答はございました。そういう意味では、回答率が8割程度ということでございます。で、このうち医療従事者から健康被害報告があったと回答した製品数は18件、で、延べ件数117件ということでございましたけれども、いずれの回答も届出者による評価の結果、当庁への報告は不要と判断していた事例ということでございます。で、現在、消費者庁において、届出ガイドラインの整合性等の確認を行っているところでございまして、健康被害の可能性等について、医学等の専門家の分析を経た上で、その結果を公表する予定にしておりまして、確認及び分析には一定の時間がかかることについてご理解いただければと思います。いずれにしましても、専門家による分析取りまとめが済み次第、結果を公表したいと思います。早稲田ゆき君。何も製品名を聞いているわけではございません。因果関係調べていたからこそですね、紅麹サプリの問題も2ヶ月も報告が遅れたんではないでしょうか。このことは非常に国民にも関心が高いし心配をされている。それから今、全部流通をしているものですか。今飲んでられる方もいるという理解でよろしいんでしょうか。与田審議官。まず流通実態でございますけれども、そもそも今回の調査対象は、届出をすでに現にされている製品に応対象としておりますので、従いまして、実際の流通実態は私ども把握はできておりませんが、販売をしうる状態にあると、こういうことでございます。で、また委員ご指摘のひも付けの件でございますけれども、現時点で入手している情報ではですね、さまざまな事象が含まれておりまして、件数のカウントの仕方も、その会社によって重複報告のようなものもありますし、その因果関係の有無とか、症状の重篤度にさまざまでございまして、今後、情報が不足する報告については、逐次ですね、追加の聞き取り調査を行うなど、慎重に対応を進めているということでございます。いずれにしましても、届出ガイドラインとの整合性を確認しつつ、健康被害の可能性等について、医師等の専門家による分析、取りまとめが済み次第、速やかに結果を公表させていただければと思います。早稲田ゆき君。いや、それでは時間がかかるということを申し上げているんです。これ、ご覧ください、資料の1、2、それからですね、
この4月の16日、日本腎臓学会の方が腎臓学会の方でも症例この中間報告を出していますけれども、その中でもおっしゃっているのは発症までの期間が短いものもあったと。やっぱりそういう短い、それからまた接種をやめたらすぐに治った事例もあったということを考えますと、非常に今公表してそれを国民の方が知るということは重要なことでありますから、その第一弾としてまず数字1製品に A、B、C あったら、 A は1製品1件の報告だったかもしれないけど、じゃあ B の方で50件の報告があったとしたら、それ大変問題じゃないでしょうか。やっぱり心配じゃないでしょうか。そこのところだけでもきちんと答えてください。いつまでに答えていただけるんでしょう。はい、与田審議官。お答え申し上げます。先ほど申し上げました通り、この回答率自体がまだ8割程度という状況でございますので、そのアップデートしたものということに加えましてこの現時点で、初見で我々が確認した限りにおいては、特定の製品に特定の症状が出席しているという状態は 見られず、今回の速報値で収集した情報の範囲内で直ちに何らかの対応が必要だとは考えておりません。で、今後消費者庁において、このまずは専門家の医学等の専門家の分析を経た上で速やかに公表するということにしたいと思います。松田君。答えてないので委員長答えていただくように通告しておりますし、今まだ理由をずっとお述べになってますけど、理由は理由としてこの調査結果で出た数字だけを聞いているわけですから、 A について名前を言ってくれと言っているわけではございません。ただ集積しているものもありますよね。当然18製品について117件なんだから、これ6点何件というものは平均してもあるわけで、そういうふうにはなりませんから、一つの製品に集中していたら大変問題だから、その数字だけ出してください。お願いします。可能であれば与田審議官。今回のその現時点においては調査結果、先週段階でございますけれども、その確かにその1製品について症例数が多い件もありますけれども、その中には発疹とか湿疹とかですね、比較的軽症の症例が重なっている部分もございまして、単純に件数の多寡によって判断できるものではございませんので、まずは専門家による分析を経た上で、その現時点でもって予断を持って、その製品の紐付けの件数の公表は差し控えたいということでございます。はい、松田由紀君。いや、それ。そこに関して。そのようなただ内容が確定せえのがちょっとあれですけど、一旦早期止めてください。答弁できる限りで、与田審議官、もう一度お願いします。繰り返しのご答弁で恐縮でございますが、現在、その情報を整理し、そのまさに専門家による分析を行うという状況でございますので、分析の結果は速やかに公表させていただければと思います。早稲田由紀君。はい、いつですか。19日に検討会も開かれます。その第1回検討会、その前の日の18日までにはせめて出していただけるという理解でよろしいですか。はい、数字ですから、件数ですから、お願いします。与田審議官。お答え申し上げます。明日の時点で、その今先ほど回答率8割と申し上げましたけど、その後追加で続々とということではありませんが、残り2割ですけど、残り2割のその追加で回答しているその例もございますので、そのアップデートした全体の件数については明日公表させていただければと思います。早稲田由紀君。いや、それはそうでしょうけれども、それとは別にですね、分かる時点 の、 数字で結構なので、軽症だからいいっていうもんじゃないですよね、そう思ってらっしゃるんですか、消費者庁は。じんましんだってすごい大変ですよ、なってみたら、
そういうことはやっぱりおっしゃらない方がいいと思うんですね。軽症であるなら軽症で、この A という製品には10件あったとか20件あったということ、だって販売の可能性は高いわけですよね。よろしいんですよね。飲んでらっしゃるという方がいらっしゃる中で、やっぱりそれは心配ですから、明日までにその数字を出していただけますようお願いいたします。それから重ねて大臣、このことについてやっぱり早く、一日も早く、翌日にでも、もうだって数字は出てるんですから、重なっている部分は重なっている部分としてですよ、やっぱりそこのところは製品については、調査の報告が出ているということは、その会社が報告をしているので分かるはずです。ぜひ出していただけるよう、大臣の受け止めと、それからこれを一緒に早く出すようにやっていくということを言っていただきたいと思います。武見厚生労働大臣。消費者庁の所管の方についてはあえて発言を控えさせていただきますけれども、今回この機能性表示食品に関する国民の関心は極めて大きいで、したがってその不安を煽るようなことなく、適切にきちんと公表をして、国民により早く理解をしていただくように努力することは必要だと思います。で、その上で、実際に厚生労働省としての今、原因物質解明を国立医薬品食品衛生研究所で、その物質の分析は行っております。で、当初のこのプベルル酸以外の物質の可能性も実はあるもんですから、その原因分析についても今進めているところであります。で、まだ結果は出ておりませんが、その途中経過でもどのような手法で分析をして、現状はどうなっているのかということについては近々発表させていただきます。早稲田由紀君。それは紅麹サプリのお話ですよね。そうじゃなくて、この117件についてもその件数をきちんと紐付けして、せめてこの A 製品には10件以上とかいうこともですね、因果関係は調査をしていただくけれども、その数字については厚労省と連携をして、消費者庁が早く速やかに出していただくということを大臣からも指示、連携をしていただきたい思います。武見厚生労働大臣。消費者庁の所轄なんで、私がつべこべ言うのはなかなか難しいんですけれども、私どもの方の所轄については、速やかにその途中経過も含めて発表させていただきます。早稲田由紀君。食品衛生法にも関わるところでございますし、とにかく国民の不安払拭ということが第一ですから、ぜひそこは遅れないように、19日に、検討会が開かれる前に消費者庁にはぜひ出していただきたい、近日中ということでよろしいですか。もう一度伺います。与田審議官。繰り返しで恐縮でございますけれども、追加の回答の件数のアップデートについては明日公表させていただきますけれども、その製品ごとの件数の紐付けとか、そういったその分析中の情報につきましては、専門家による分析の結果、速やかに公表させていただきたいと、こういうことでございます。早稲田由紀君。隠蔽する必要ないと思うんですよね。隠蔽って思われてしまいます、こういうふうにすると。だって元データはもう事業者の方から来てるはずで、来てるわけですから、何もそこで振り分ける必要も何もないわけでありますから、そこをきちんと公表してくださいということを、近日中にやっていただけるように期待をしております。そうじゃないと国民の不安も払拭できません。それから先ほどおっしゃいましたけれども、事業者はいずれも消費者庁への報告は不要と判断したとはおっしゃっておりました。健康被害の情報収集にかかる事項ガイドラインですね、これは万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大する恐れがあると考えられる。そのために入手した情報不十分ではあっても速やかに報告することが適当であるとなっているわけです、ガイドラインに。これガイドライン違反ではないでしょうか。消費者庁どういうふうに考えますか。与田審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、届け出概要におきましては、健康被害の情報について、入手した情報が不十分であったとしても、速やかに行政機関に報告することが適当であると。でまた評価の結果、届け出職員による健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合には、消費者庁に速やかに報告すると、こういうふうに規定してございます。
で繰り返しになって恐縮でございますけど、先週段階でにおけるですね、この製品18件、延べ117件につきましては、いずれも届け出者による健康被害情報の収集評価の結果、当庁への報告は不要と、その事業者は判断している事案でございます。いずれにしましても、今後、この届出ガイドラインとの整合性につきましては、しっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。早稲田由紀君。ガイドライン違反ではないということですか。これあのガイドラインがね、おかしいですよ。26ページと28ページ、消費者庁の報告では、ですね、評価の結果、届出者が、拡大、健康被害の拡大恐れがあるときは、速やかにって書いてありますけど、その前の前提のところでは、健康被害の情報収集にかかる事項では、そういうふうには書いてないんですよ。やっぱりそこも含めれば、これ、ガイドライン違反、守られてなかった、ガイドラインが少なくとも機能してなかった、実効性がなかったということになりませんか。消費者庁、きちんと答えてください。与田審議官。お答え申し上げます。そういう意味では、その現時点において、今回の調査結果を踏まえまして、委員ご指摘の点も踏まえて、この届出ガイドラインとの整合性については、個別に追加の資料を徴求するなどしてですね、確認をしているという状況でございます。いずれにしましても、この分析結果、取りまとめ次第ですね、世の中に公表させていただければと思います。早稲田由紀君。これ、分析、因果関係の分析とこれは違いますからね。ガイドラインにこれが齟齬があるのではないかということを私は申し上げていて、それで少なくとも26ページのこの情報収集にかかる事項で言えば、速やかに報告しなくちゃならないんです。それをやっぱり消費者庁はもっと事業者にきちんと周知徹底をすべきだと思っています。これに沿えば当然違反です。これに沿っていなかった、実効性がなかったということです。つまり私たちが申し入れをさせていただいているように、この資料の2にも書かれていますけど、世界的に見ても非常に緩い、だから、この健康被害報告を米国のように、他の他国のように、法的に義務化をすべきではないかと考えています。これについては消費者庁と、それから大臣にも伺います。与田審議官。お答え申し上げます。現行の届出ガイドラインとの整合性については現在確認中ということでございます。ただいずれにしましても、今回の事案を受けました機能性表示貯金制度の今後のあり方につきましては、5月末までを目途に方向性を取りまとめるべく、今週金曜日には専門家により構成されます機能性表示貯金をめぐる検討会の第1回会合を開催する予定でございます。この検討会での議論も踏まえまして、今委員ご指摘の件も含めてですね、検討しスピード感を持って取り組んでまいる所存でございます。早稲田由紀君。はい、そうしますと、スピード感を持ってこのガイドライン違反であった可能性もあることも含めてこのガイドラインのあり方ということも考えていくというふうに私は理解いたしましたが、それでよろしいですか。うなずいていただければ。はい、わかりました。そのさらにですね、私たちは法的に義務化をすべきではないかということを思っております。大臣からも一言お願いします。武見厚生労働大臣。私どもが所轄している食品衛生法の方でもですね、その51条の1項に基づいて事業者が講じる公衆衛生上の必要な措置として、事業者に対して消費者から健康被害に関する情報を得た場合には当該情報を保健所に提供する努力義務を課しているところであります。で、今回の事案については厚生労働省を含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったということは甚だ遺憾であるという認識を持っておりますので、今後しかるべくどのようなルールを設定することがこのようなケースを回避することができるか、しっかりこの事実関係の経緯、それからガバナンスのあり方、それらを確認しながら、その方向をしっかりと見定めていきたいと思います。早稲田由紀君。はい、厚労省の方では努力義務、消費者庁の方ではガイドライン、これいずれも非常に緩くて、ここを遵守をされていないということはもう明々白々であります。ちなみに伺いますが、この117件の報告はありました。その前、紅麹サプリの問題以前にこの、消費者庁に報告があったものがあったのか、それから、こちらの努力義務の方の厚生労働省でも保健所に報告があった、被害報告があったのか伺います。与田審議官。
答え申し上げます、はい、今般の小林製薬から報告を受けましたようにですね、届出食品による健康被害の発生および拡大の恐れがあると企業が判断して報告した事例は過去にございません。大臣、全然機能してないですよ。緊張止めてください。さっきを止めてください。武見厚生労働大臣、食品による健康被害のうち、いわゆる健康食品による健康被害情報については対応要領に基づき収集を行っておりまして、令和2年6月から令和5年12月4日現在まで3年半の間の調査結果によりますと、健康被害件数は自治体から19件の報告があり、薬事食品衛生審議会のワーキンググループでの評価の結果、いずれも食品との因果関係は明らかとは結論付けられておりませんでした。早稲田由紀君、ごめんなさい、厚労大臣には通告をしておりませんでした。お答えをいただきました。はい、それで、このガイドラインですけれども、消費者庁の今おっしゃったのは、届出者が評価の結果報告をすべきだったらすべきということだったら何にも機能しないということじゃないですか。今までゼロ件ということを見ても10年間ですよ。そんなことありえないですよ。だって実際今調査をしたら117件あったわけで、これはありえなかったということをよく認識をしていただきたいと思います。そしてその上で紐付けについても言っていただきたい、報告をしていただきたいと思います。それから次の質問ですけれども、私国会図書館に調べていただいて大変詳細な資料もいただきましたのは、まずこの機能性表示食品が検討されるにあたって、その製品の有効性についての科学的根拠、これについての検討会が行われていて、消費者庁の検討会として非常にこれはアメリカの制度を参考にしてやってるけれども、アメリカのダイエタリーサプリメント制度も問題点を踏まえた上で、安全性や有効性にかかる科学的根拠のレベルを適切に設定するとともに、科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度とすることが必要であると。つまり米国でさえその科学的根拠が非常に薄いと、揺らいでいるものが多いということがもうこの検討会の報告書で上がっているんです。それにもかかわらず、何度も何度もこの学識者からも、この信頼性が薄いのではないかということを言われています。これは4の方を見ていただきたいと思いますけれども、その後5、これについては食品通販業界に激震、これについては初めてこの科学的根拠に起因するこの景品法表示違反というものがなったわけですね。でもそれについても、それまでもいっぱい指摘をされているのに、全然科学的根拠ということについて消費者庁は動いてきませんでした。それが非常に問題だと思っています。そしてこのオルトメディコ社、これ前回質問しましたけれども、その優位さを保障する、つまりはすべて有利なものだけを保障する、その臨床研究機関、それから査読が緩い論文、査読機関、これらの機関のつながりについて、消費者庁がきちんと実態調査をすべきではないかとこの間申しましたら、それについては全然お答えがいただいてません。もっと踏み込んだお答えを今週はいただけると思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。与田審議官。お答えします。まず委員ご指摘の米国の制度、米国の制度について確かに問題点があると。具体的には有効性に関する表示内容の根拠が米国においては届出開示の対象となっていないので、科学的根拠が不十分な製品が流通している可能性や、根拠情報に消費者がアクセスできないという問題があったと。でこういったその米国制度の問題点も踏まえながら、我が国で導入したこの制度におきましては、安全性や有効性に係る科学的根拠を含む製品情報について、透明性の高い制度とするということが必要だという認識のもと、科学的根拠等の製品情報は、
すべて原則公開でございます。消費者の誰もがアクセス可能な状態の制度として27年間導入したということでございます。続けてよろしいですか。はい、でまた委員前回ご指摘のこの優位さを保障する繰り返しの試験というものについては、前回のご答弁申し上げましたとおり、この最終製品を用いた臨床試験、人試験を実施する際に、試験の信頼性及び客観性を確保する観点から、人を対象とする生命科学、医学系研究に関する臨時指針、こちらに従って研究計画の実施前に登録を行わなければならないということとしておりまして、事前登録後に実質的な変更を行った研究は、機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とすることはできないと明記してございます。従いまして、この特定の成分に関して有意差が出るまで試験計画の変更を行わずにやり直すようなことは、これは事前登録後に実質的な変更を行った研究に該当する恐れがあると考えますので、そういったその研究を科学的根拠として届け出している事案が発覚した場合には、この機能性表示食品としての要件を欠くということでございます。いずれにしましても、今回の制度のあり方につきましては、5月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って検討してまいりたいと思います。早稲田ゆき君。機能してないですよ。機能してないから、また2024年、今年の3月22日、はい、資料7ご覧ください、最後ですけれども、この多くが有利な結果強調と、これ、医師らのチーム、染子秀博医師のチームが出しております。この染子先生にも伺いました、私。透明性が高く、質の高い情報を提供がされるように、国は機能性表示食品の規制の見直し、強化を検討すべきだと、きちんと書かれておりますから、これについて、私は申し入れの時に、武見厚労大臣にこれも元論文をお渡しして、しっかりと読ませていただくと言っていただきましたので、その受け止めと、それからまた、やはりこの安全性、有効性についてですね、米国のように、この FDA に当たる厚生労働省で所管をすべきではないかということを強く思うわけなので、この2点について伺います。武見厚生労働大臣。ご指摘の機能性表示食品に関わるその CRO、これは受託研究機関で、コントロールリサーチオーガナイゼーションと言われているものでありますが、日本で上位5社を対象として、そして実際にそのランダム化の比較分析をして、でその結果として大変興味深い結論もお出しになっておられます。いずれにせよ、先ほど消費者庁の方からも答えたように、有意差というものについて何度も繰り返しそれをその実験して有意差を出すというのではなくて、その有意差が出なかったときもどうして出なかったかという経緯も全部報告して、それをその有意差が出たときと比較をしながら分析するというのが本来の分析の仕方でございますので、そういう点では質の高い論文をやはりしっかりとエビデンスとして使って、そしてその効能効果についての分析をすることが必要だということを、この論文を通じて改めて認識をさせていただきました。いや、そしてもう一問です。厚労省が所管をすべきではないかという質問です。武見厚生労働大臣。基本的にはその今消費者庁がこの機能性表示食品制度について所轄をしておりますし、厚生労働省としてはこの食品全般にわたるその安全性の確保を食品衛生法で所轄をしております。しっかりとこの両者連携しながらですね、今後このようなことが再発しないようにするにはどうしたらいいか、しっかりと原因を究明した上でエビデンスに基づいて、そして新しいルール作り考えていきたいと思います。早稲田ゆき君。はい、大変興味深い論文ということですけれども、81% がその論文が概要で、結論は実際の結果よりも有利に見えるものになっていたと、もうこんなとんでもない論文ばかり、それから研究レビューばかりがやられているわけです、ここのところにメスを入れられるのは厚生労働省だけだと思うんですね、消費者庁ではそこまでできない、だから私は厚生労働省がしっかりと法も作って、サプリメントというこの食品と医薬の間のところ、それから食品衛生法、それをきちんと改正をすべきだということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。